多頭飼育崩壊の一例。浴室に6匹ものウサギを飼っている。多頭飼育崩壊とは、ペットの動物を多数飼育した飼い主が、無秩序な飼い方による異常繁殖の末、飼育不可能となる現象。英語では、アニマルホーディングといい、過剰多頭飼育者のことを、アニマルホーダーという。ペットを自宅など同一箇所で最初は、適正頭数を飼っていたが、 不妊手術など適正な措置を行わないままに、無計画に勝った末、飼い主の予想を超えて、異常繁殖が繰り返され、過剰多頭飼育となり、経済的にも破綻して、飼育放棄に近い状態になる現象が各地で起こっている。現場では、糞尿の垂れ流し、餌不足、病気、餓死、共食い、害虫、ネズミの発生、鳴き声による騒音、 悪臭などが発生し、図らずも動物虐待や近隣トラブルとなっているケースも多い。飼い主の孤独死や病気、行方不明などで問題が深刻化し、近隣住民からの悪臭などの苦情、通報により発覚するケースも多い。動物愛護団体など、ボランティア組織が発見したり、介入したりするケースもあるが、その後に保護先が確保できずにそのまま放置される。 場合もある日本では2016年時点の最新調査で全国で約1800件の多頭飼育による苦情件数が報告されている。環境省が2頭以上の犬、猫飼育に対して複数の住民から苦情を寄せられたケースを動物愛護担当部局がある115自治体について集計したところ2016年度で2199件あった。 飼育頭数が50以上というケースもあった。崩壊する飼い主には大きく分けて、以下の3つのパターンがあるとされる。繁殖業者が人気品種を大量に繁殖させたものの、人気種が変わるなどして売れなくなった結果、経営が行き詰まり、飼育が崩壊するケース。動物は狭いケージに閉じ込められたまま、不衛生な管理で、皮膚病をはじめとする病気が蔓延したり、 糞尿や死体が放置されたりする場合もある。利益目的であるため、崩壊を繰り返すことも多い。賃貸住宅の場合は、強制たちの木や損害賠償請求も多くある。この他、アニマルカフェのような常時多くの動物を占有して、営業する動物取扱業者が、経営難に陥ったり、動物を増やしすぎた結果として、使用困難になったりするなどして、 多頭飼育崩壊状態に至る事例も出ている。実際にあった事例としては、廃業したブリーダーから動物を引き取って営業していた東京都墨田区のアニマルカフェが、近隣住民から東京都に悪臭などの苦情が寄せられたほか、客から動物の状態や店の飼育環境が悪い等の指摘があり、2015年12月に東京都が立ち入り検査した。これにより、 不妊を施さなかったことによる飼育等数増加を隠した虚偽報告やずさんな衛生管理に起因する病気蔓延が発覚し2016年4月に東京都より動物愛護法に基づく業務停止命令を受けその後も改善なしとして同年6月動物取扱業登録を取り消されている2017年6月には 鹿児島県鹿児島市のアニマルカフェの経営者が動物を放置したまま失踪していることが明らかとなり、鹿児島市は動物愛護法違反の可能性もあるとして警察に相談。鹿児島市保健所が同月調査したところ、店内には大量のゴミや汚物が放置され、大部分の動物は衰弱、一部は死亡していたという。市保健所からの情報提供を受け、警察が 同法違反の容疑で捜査。同年9月、経営者が出頭。同月、経営者は、鹿児島地方検察庁に、書類送検された。動物好きが講じ、否認、虚勢手術をしない場合、動物が繁殖を繰り返すことで次第に手に負えなくなり、悪臭や鳴き声で近隣からの苦情が出ることもある。実際に起こった例では、当人は死罪を投じて、 動物の救済活動をしていたつもりであり、動物虐待状態であるとは認識していない場合や、逆に動物が増えすぎたと認識して、飼育を放棄、動物を置き去りにして転居していた事例もあった。また、通常多頭を使用できている場合であっても、大規模な自然災害や火災などの人災により突然、使用不能になるリスクがある。環境省はあらかじめ飼い主が災害時の、 避難方法や場所を考えておくように呼びかけている。自治体は同行避難を指導しているものの、突然の天災や人災にあってはそれもかなわず、一瞬のうちに飼育崩壊、動物の死亡に至る場合もある。アニマルホーダーとは、精神疾患の一種で、自らの意志で動物を飼い始めたものの、適正飼育等数を超えても、動物を手放すことができない、精神状態にあるもの。 本人の治療と行政、ボランティアの介入なくしては回復することが困難である。また、アニマルホダの70%から80%が生活区域にペットの糞尿死骸などを放置したままにするため、公衆衛生上、深刻な問題となする場合が多い。アメリカ合衆国では1990年代より、病理的な問題として、タフツ大学と、 動物愛護団体、鈴との共同研究が始まり、アニマル保、だ、に関する数多くのデータと、問題解決に向けたマニュアルが公開されている。善意のレスキュー活動であるシェルターとして、ボランティアを行っているケースでは、周囲から次々に不要になった動物を押し付けられる、などが、相次ぐことで、適正飼育等数を超えてしまい、飼育者の病気や、不慮の事故などが、引き金となって、 突然崩壊する。これは前者のアニマルホーダーと同様である。民間のボランティア団体や動物好きな個人が崩壊した飼い主に介入してペットを保護する場合がある。その中で保護する頭数が許容能力を超えた場合にはボランティアが飼育不可能となる二次崩壊を起こすケースも報告されている。動物愛護法日本では2012年から 動物の愛護及び管理に関する法律により、飼い主の義務が以下に課せられている。第七条動物の所有者または占有者は、命あるものである動物の所有者または占有者として、動物の愛護及び管理に関する責任を十分に、自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて、適正に使用し、または保管することにより、 動物の健康及び安全を保持するように努めると、共に動物が人の生命、身体もしくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、または人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければ、ならない。ご動物の所有者は、その所有する動物が、だりに繁殖して、適正に使用することが困難とならないよう、 繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。第37条件または猫の所有者は、これらの動物がりに繁殖して、これに適正な使用を受ける機会を与えることが困難となるような恐れがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。に都道府県等は、 第35条第1項本文の規定による犬、または猫の引き取り等に際して全項に規定する措置が適切になされるよう必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。第44条に愛護動物に対し、りに給仕もしくは給水をやめ、告示し、またはその健康及び安全を保持することが困難な場所に、 拘束することにより衰弱させること、事故の使用し、または保管する愛護動物であって疾病にかかり、または負傷した者の,の適切な保護を行わないこと、排泄物の堆積した施設または他の愛護動物の死体が放置された施設であって、事故の管理する者において使用し、または保管することその他の虐待を行った者は、100万円以下の罰金に処する。 動物の愛護及び管理に関する法律に本においてペットは民法上個人が占有する財産であり日本国憲法第29条第1項の規定により財産権が保障されているよって単に何頭以上飼ってはいけない等複数頭多頭飼育を禁止することはできない動物の愛護及び管理に関する法律に基づき多数の動物の使用または 保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる場合については日本国憲法第29条第2項に言う公共の福祉に適合するように自治体が調査し改善を指導勧告命令することができるとされているものの過剰多頭飼育状態であるというだけの理由をもって行政当局による取り締まりや動物の没収はできない 環境省はパンフレットを作成、配布、複数の頭数、種類の動物を飼育する難しさを説明し、多頭飼育の注意点の周知を行っているほか、自治体も適正な動物使用に関するガイドラインを定めている。問題の発生や深刻化を防ぐため、自治体が条例で多頭飼育の届出を求めたり、民生委員など福祉部門と、 動物愛護担当部署の連携を進めたりする動きもある。しかしこれらの対応を行っても多頭飼育崩壊は各地で発生していることから環境省は2019年3月専門家会議社会福祉施策と連携した多頭飼育対策に関する検討会を設置。2021年2月自治体などが対策を講じる際のガイドラインを取りまとめ 関係機関に周知する。事態が深刻化する前に問題を察知して対応し、必要な場合は、飼い主の生活支援や地域での見守りを通じて、再発防止に努めることを求めている。飼育頭数に関する法的規制いずれも、飼育頭数の届け出義務に関する規定である。以下は指定した地域における、飼育頭数を規制した条例であるが、 特定事例に対応するための条例であったため、解決した2010年以後は適用されていない。イギリスでは、かなり早く1822年に、動物愛護の法律が制定され、高いレベルでの法的規制が設けられている。法制定の直後には、アニマルポリスが組織され、1840年には、王立動物虐待防止協会となり活動している。 ありがとうございます。